はい、本日は久々のしげきくん、しげき回避でございます。サイコちゃんのサイコボーイがね、先日無事に完結したところで思った。シール、結構集めてないのあるじゃないか。しげきくんの全失敗を見届ければ。ってことで2回ほど、完全制覇を目指ししげき回避、復活というわけでございます。まずは家族団らんでの夕食中、気まずいシーンがテレビで。正解がご飯の代わりで、お母さんがいなくなった隙に。テレビのリモコンでチャンネルを変えるのですがね、それはもうやった。まだ未確認のパターンはここで、父親と二人きりのままテレビ放置。しげきくん、あまりの気まずさに。大好きなハンバーグ、食べずに逃亡。まあ、戻ってくればよくね、って感じですが。お母さんいなくなってリモコンゲットでクリアしちゃってたので、父親と二人きり。気まずさマックスでした。お次は気になっているあの子がピンチ。絶対に不正解だから、このままスタートしてなかったけど。このままスタートすると、結局勇気が出ないしげきくんでした。そして一人部屋でチーン。このステージ、もう一個未確認エンドが。まずしげきくんから傘をいただいて。避難したところでお返しすると。ここでも必殺もじもじからの。気づいたら晴れちゃいましたー。あの子、しげきくんに気づいてすらいなかったのか、サクッと帰宅。切ないフリーズタイム。お次はしげきくんピンチ熱中症。はい、倒れちゃって焦った我々、以前はすぐに何か対処せねばと行動したが、タイムリミットまで放置すると。はい、こっちが何もしないと、あの子もお友達もこの状態を放置です。ここで救世主登場。あんた、何を飲ませている？あ、何だったんだマジで。ドロッドロのプロテインだったようです。それじゃあお次。これはいいのか？気づかなかったけども男子マークと女子マーク、ゲット可能で。反対に付け替え可能という恐ろしいことか。しげきくん、すまんな全シール欲しいんだ。うん、まあこうなりますよね。この発想はなかったぜ、さすがグローバルギアさん面白い仕掛けでした。方法のぞき、ねえよそんな言葉。なかなかのパワーワードね。お次は刺激満載のビーチ。今回も、未確認エンドは何もせず放置。次々と刺激的な水着を姉さんが前を通り。少しずつ変化していく刺激くんにご注目。さあ、だいぶ刺激が高まってきました。ついに心臓がバクバクしてきて。はい、こうなりましたよ。お姉さん、一人ぐらい心配してあげて。そしてここでもう一個。お姉さんからボールをいただいて、これをお友達にあげると。はい、このステージの失敗はしげきくん、なんともかわいそうなのが二つ残ってました。まあビーチボールなんて大丈夫っしょ。続きまして、勘違いステージ。てっきり、自分が告白されていると思っているしげきくん。何もせずスタートすると。必殺もじもじ、結局受け取れない。チーン、激チーンなんだけどこれ。正解パターン見たら、結局かわいそうなのよな。ってことでこのステージだけ、ちょっと正解パターンもやりますね。ペンを女の子に渡すと。まさかの、イケメンのお友達にこれ、渡しておいてだったのよね。これで悲しいとかがっかりよりも、安心してしまうしげきくんなのでした。
それじゃあお次、しげきくんの目の前に刺激的なお店が現れてしまった。このステージの未確認も、何もせず進む。で、ついつい見ちゃったところに。最悪のタイミングでクラスの女子に遭遇なのでした。からのこれまた必殺、刺激逃亡。ついね、つい。続きまして、妄想あるあるステージ。悪い奴から、好きなあの子をかっこよく救出、少年時代に一度は妄想したことあるのでは？ここは3つもパターン見逃していて、まずは放棄を刺激くんに。なんか、かっこ悪いぞ刺激よ。出てました、これも結構なあるある、脱出ゲームの先生、チョーク投げがち。マジで今の時代、これ先生やったら秒で大炎上案件だけどもな。ひげ、ほうきヌンチャク、名前もダサかった。お次はほうきをイケメンの彼に。やっぱイケメンちゃんは、行動もイケメンなのよね、どんまい刺激よ。そしてあの子は、イケメンちゃんの手に。おし、それじゃあこのステージラストの見逃していたパターン、刺激、パンチの手を作ったまま、掃除用具入れの中に一人避難よ。出て行ったらもう、イケメンくんが悪者を倒した後でした、残念。それじゃあ別のステージへ。君のぬくもり。出ましたクラスのイケている女子に椅子を取られたイケていない男子をわた。正直刺激、嫌じゃないけど。ここも未確認は何もせずに開始。でも当然、どいてなんていうような勇気はない刺激ちゃんでしたー。それじゃあ本日ラスト、ちなみに次回でコンク完全制覇予定でございます。やっぱね、距離を近づけるには共通の趣味ってとっても大事。しげきくんに怖い本を持たせて、一緒に怖い本見て釣り橋効果。ってことでこの人をどかしていいの。いざ、お隣に。とりあえず本を開くも、怖すぎた結果。恋愛どころじゃねえ、トラウマになってしまったしげきくんでしたー。それじゃあこれでちょうどね、未確認エンド残りの半分ぐらい回収。次回で完全制覇なのであと1回、お付き合いくださいませ。それじゃあ本日もご視聴、ありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。